森の土マジョルドを使ってみます。こんな感じ、ふかふかで手になじむような感じなので、苗の根っこにもふわっとくっつきそうです。袋の中からスコップでこちらに運んだ時も土のようにパラパラと落ちませんでした。わー、楽しみ。マジョルドは水野智子さんが業者さんと提携して開発されたのかな。マジョルドはベラボンに代わるギャザリングに最適な土代わりのパークみたいです。針葉樹の粉砕かなんかで作られて自然のものなので期待しています。ギャザリングは最初に葉っぱばっかりをさささっと土を落として準備していると楽です。それで先にこうやって根分けして3つぐらいに分かれたのがロータスクレティクスです。こちらがプラチーナ、はい、葉物から順番に土を落として準備していきます。ミキミキミキと割れるものはこうやって、こんな感じで分けます。 1,2,3,4,5 5つぐらいに、ちっちゃいの合わせたら6個ぐらいに分かれてます。で、それからね、私の大好きなカノン、アイビーの小ぶりな葉っぱがついてるもので、こちらもこうやって分けていきますね。と割とね、しっかりと押してミキミキミキと躊躇せずに、でも優しくして分けていきます。で、葉っぱの場合は割と土を落としても丈夫なので、お花よりは土を落としてお花に沿わせたり間に差し込んだりする役割をしています。ほら、1,2,3,4,5で6,6,77つに分かれました。すごい、とても良い苗ですね、この可愛いアイビーです。こんな風にギャザリングは最初に、分けていくのが、葉っぱを分けていきます。でスコールっていうのはロータスプレティクスの進化系で、ふわふわっとした、なんか黄色い先が黄色くなってふわふわな葉っぱです。こちらもどれぐらい分かれるか楽しみ。あ、ほら、1意外とでも分かれないかも。これは無理しない方がいいですね。これはこれぐらいにしておきます。2つに分かれました。で、こちらが、まあ、よく使われる白大陸、どうでしょうか。このメーカーさんはあまり分かれないタイプだったかも、ね、よく分かれる方を持ってくればよかったですけど、すいません。
でも土をしっかり落としてお花の添えにできるようにします。で、下の方の葉っぱとかいらないのはちゃんと取っておきます。はい、それでは次はお花、ビオラのフリル、なんかかわいい色合いが黄色にちょっと紫がついています。よいしょ、汚い花があったり、葉っぱが下の方の葉っぱとかは間引いてもらって、で、この肩を落とすような感じで根っこの上の方をボリュームを、土のボリュームを落としていきます。そして葉っぱと違って少し、土は残しておきます。はい、よいしょ、こういうのもうまく合わせて、で、あとね、またビオラもしますが、これが ネメシア、宿根ネメシアです。お花は葉っぱものグリーンよりほとんど分かれにくいのが多いです。一株で植わっていますね、これも。でもこういうちょっとこの間にこういったビオラを合わせてもとっても可愛い花束みたいになります。楽しみ。こんな感じです。これはでもできたらこの辺りの葉っぱ取っておきます。で、次に花かんざし、かわいい、ちょっと咲きかけてます、カサカサっとした花かんざしは、これはもしかしたら分かれる、経験上分かれることが多いかも。よいしょ、よいしょ、こうしてほら分かれそう、ほら簡単に2つに分かれました。で、こういう根っこがすごく張ってるところは取ってしまって、こんな感じです。ふわふわのいい土ですが、根っこは、この張っているところは取ります。で、土は少し残してこんな感じです。はい、次はイベリス、宿根イベリス、まだつぼみがいっぱいでかわいい、こっちのイベリスも感じですね。これからやります。あれ、イベリスは分かれないのかな、このイベリスは分かれなかったですね。で、こういうところの根がいっぱい詰まってるところは外して、こんな感じで土を落とします。はい、こんな感じで全部お花をこれからもやっていきます。ではこの辺のお花を組み合わせていきます、ね、あ、やっぱりこの下の葉っぱが
とっても汚くなってるものは全部外します。ちょっとね、お庭に結構長く置いてたのでポットのままで、買ってきたらすぐ使うのがいいんですけれども、ちょっとねこういう風に下の葉っぱの悪くなったのは取ります。悪くなくても下の方にあるのはしっかり取ります。それから、普通に咲きすぎてる花もあれば打って、でもまだこれはつぼみかな、あとこうしてこのネメシアと合わせてこう割るようにして組み合わせます。よいしょ、根っこのあたりの高さは合わせて、よいしょ、かわいい。まだまだつぼみがいっぱい上がってきますね。それからこのイベリス、グラチーナ、あ、なんかね水苔代わりにこのマジョルドをつけるとこうくっつきますね、本当に苗と苗が。でちょっとこういうところに差し込んだりとかして、プラチーナを差し込みました。でこの白大菊も、そしてこれを玉に乗せてみます。おお、なんかほんと割と苗と苗をくっつけてる感じがします。これが丸くなるようにこっち向けますね。形、フォルムがこう丸く一つの花束になるようにくっつけます。プラチーナは少し高くしてもいいんですけど、こうかこの方が真ん中から出てきて、なんか花束を作る感覚です。よいしょ、それからこのアイビー、かわいいアイビーを、アイビーのカノン、もう一つぐらい入れてもいいと思うんですけど、こんな感じでこうやって中に入れてもいいですね。で、マジョルドをつけて、あ、そうだ、このギャザリング水苔糸でくるくるくるっと回します。でこんな感じですね。はい、くつできました。それではこちらにふかふかに入れたマジョルド、土代わりのマジョルド
植え込んでいきます。3つを植え込んでいきます。どうしようかな、丸くなるように。じゃあこれからいきます。少しマジョルドをこの辺に出しながら、ね、水ごけいらずですごく楽ですね。ぐーっとちょっと真ん中高くぐーっと、あ、入る入る、あ、ふわっと、あの感覚的にベラボンより割と柔らかくぐっと入って、なんかしっかりしてます。で次ちょっと高めの方で、ちょっともうちょっとこの辺足して補強しておいた方がいいなとか、なんか感覚的に分かる感じです。でこれはこちらが外側でこちらが高い方みたいな感じで入れます。ぐーっと、最後これ、こんな感じでしょうか。それで、普通だったら水ごけを中に入れて固定するのが、こうやってマジョルド入れちゃう。もうちょっとマジョルドの土を、マジョルドを9割ぐらいまで入れてた方が良かったかな。初めて使うので、でこんなにあの深くグッと気持ちよく入っていってくれるとは思わなかったので、あの今日のお花割と低めのお花が多かったので、下の方にグッと行き過ぎまして、でもちょっとまたマジョルドを足していい感じになってきたと思います。初めてマジョルドを使ってギャザリングしてみました。ギャザリングの今までのベラボンに代わって使いやすく開発されたココヤシに代わる杉などの木の彩粉で作ったみたいなものです。利点は水苔いらず根っこに馴染むことと、それからココヤシのあの高級なベラボンよりはお安くて済むっていうことがいいみたいです。これからもアクアセリナだとともに使っていこうと思います。
今日は生徒さんが持ってこられた鉢にこれに植えてということで一緒に作ってみました。もっとあのツナキモンとかあのおしゃれな陶器鉢とかを使うともっと高級感が出るギャザリングになると思います。でも手軽にあるものでやってみるのもいいかもしれませんね。いつもありがとうございます。